どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はフリーゲーム未来に舞う蝶の色はというノベルゲームをやっていきたいと思います。なんか兄弟がどっちかが助からなくて、それを後悔しているっていう、そういうざっくりとしたところしか読んでませんが、早速やっていきたいと思います。はい、いきなりムービーが始まってちょっとびっくりしましたが、はいはい、お母さんお父さんお兄ちゃん、ほう、なるほど。9歳、小さいな9歳。なるほどね、大変だね。一つで10歳か。とても10歳と思えない人だった。時々未来が見える、すごすぎだろう。1時間後のこと十分じゃない？明日のこと見えたら十分だよね。怖すぎる。あー微妙急に浮かんでこられても。あーお兄ちゃんがね、なんで？今世界に引き込まれてた。すごすぎるな。描写を想像するとトラウマじゃ済まないね。事件のせいなのか。まあでも9歳10歳じゃどれだけ大人びててもちょっと仕方ないとしか言いようがないと思うけどな。
おお、びっくり、こういう絵なんだ。へえ、いい絵。リアルだな、すごいリアル。いいことだ。宝の地図。おお。もうどういうふうに最後終わるのか気になるの。これ何なんだろう、宝の地図。何解決っていうか何か意味あるものなのか、ぼわっとしたまま終わんないかな。結構遠いな、なんで行くんだか分かんないけど。背景も綺麗だな。びっくりするんだけど、ちょっと怖かった。リアルだけど怖くない？どういうこと？
過去に来てるの？タイムスリップ？それはなさそう。そうだね。それ今ちょっと言おうと思ってた。行かなきゃいいだけじゃない？行かなくてもし、ちょっと予測的に、もうもしやオチになっちゃうかもしれないけど、行かなくてももしや死ぬ？ありがちな展開？ほう。思いっきり明治付近。悪い気配とかもはや未来見えるだけの少年じゃないんだけど。はい、それではお兄ちゃんにも疑われ、結構お兄ちゃんで疑われるとは思わなかったな。結構予想外な展開で面白いかも。はい、それでは今後どうなって、そしてエンディングどうなるのか一番気になるところですが、本日はこのまま終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオス。アミゴス。またね。